小人図鑑第54弾でされ、うわなんかすお前嘘だろお前、いいトウモロコシか、うん、トウモコロシな、いやトウモロコシだ、お前さっきから思ってたけど、さっきから間違ってると言っとくけど、お前外れてねっけよ、やばい見て顔透けてないだって、え顔透けてる、ね、口も透けてるって、どうも花子です、今日はねということで、はい今回もご視聴ありがとうございます、チャンネル登録高評価、ツイッターインスタのフォローもよろしくお願いしますということで、今回の企画なんですけども、やってまいりました、小人図鑑第54弾です、ありがとうございます。で今回来た場所なんですけど、はい、ちょっと分かりますこの感じ、ここ一面なんだよこれは、一体トウモコロシ畑に来ました、ありがとうございますめちゃめちゃ広くない、これ全部かい、これ全部です、ここすごいでしょ、やばいぞということで、今回捕まえていく小人、隠れもろだしもろこし、これ捕まえていきたいと思います、いい名前でしょいいな、長いけどな隠れもろだしもろこし、うん、これを今回この大量のトウモコロシ畑から探していくと、で早速この辺に紹介出しときます、ドカン、隠れもろだしもろこし、体長20から25センチ、トウモロコシの葉を身にまとい、トウモロコシになりすましている、畑に隠れもろだしもろこしがいると、甘くて粒ぞろいのトウモロコシが収穫できるが、夜トウモロコシをこっそり食べてしまうことがあるということでですね、でですね、今回このトウモロコシ畑、なぜこんなところで撮影できているのかと、うん、札幌市北区にあります藤井ファームさんに協力いただいて撮影許可もらってますんで、ここ全部探していいっていうことで、今日俺らだけかい、そう、うわマジか、マジです、なんで今回この広い畑を全部探したいと思います、はい、それでは早速探していきたいと思います、行きましょう、さあ行くぞ、はいということで早速探していきますか、はい、めちゃめちゃ広いからね、広いぞこれ大変だぞ、どっち行ったらいいと思う、こっちとこっち、とりあえず右で、右、うん、沖本から見て、俺から見て右だね、こういうこと、うん、こっちから見て右、ちょっと待っ、あのさ、一つさっきから思ってたことあんだけどよ、何よ、お前その後ろなんだ、何、リュックかお前それ、これ、うん、何よそれ、これいいでしょこれいいけど何よこれ、さっき拾った、拾ったもの勝手に使っていいのかお前いいこれいいかなと思って、これにいいけどよ、入ってそうなやつをここ入れてく、うん、あどんどん、うん、これリュックみたいになってるから、そこにあった、勝手に使っていいものなんかそれ、果たして大丈夫、自由に使ってって言ってた、ほんとかお前許可得てんのかって、本当に得てんだって、適当なことばっか言うなよお前、得てんだから大丈夫なんだって、あならいい、うん、で、沖本から見て右だな、うん、行くぞおいおい、ちょっと待って待って待って、おい待って待って待って、右じゃねえべや、そっち、俺左利きなんだ、あ、じゃあ左でいい、したら、いや、これすごいぞ、でもちょっと待って、これやばいぞ、どうやっていく、俺より背が高いからね、うん、しかもこれ全部もうトウモコロシですよ、お前よ、なんつってるさっきから、すげえ、やばいやばいやばい、進むのも大変なんでしょう、やばいやばい、しゃがんでみ、いやなんかいいね、なんかいいね、秘密基地、なんか誰にも見えない感じが出て、そうそうそう、誰にも見えない、この周り全部草、うわ、テントウムシいる、食ってんだべよ、トウモロコシ、はいはいはい、これですよ、これがトウモロコシ、この皮を剥いたら中に入ってると、トウモロコシが、うんうん、ただ、稀に、うん、この中に隠れもろだしもろこしが入ってることがあると、なるほど、そう、ただ今回全部片っ端から取っていっちゃうと大変な量になるんで、その中から探すっていうのはちょっと無理なんで、無理だね、入ってそうなトウモコロシを収穫して、はい、はいはいはい、何本かここに詰めて、で、あっち行って見てみましょう、はい、じゃあもういいトウモロコシとか分かってんのお前、分かってんだよねこれが、さっき実はこの富士ファームさんの人に、うん、聞きました、さっきしっかり聞いてたなお前、秘伝の情報、うん、だからそれで言うと、うん、これはどうなんだい、このヒゲが、はいはいはい、ほんと枯れ果てて真っ黒くなってたら、うん、いい感じ、なるほど、そしてここを触ってみて、うん、先の方まで丸くしっかり実が詰まってたら、うん、いいトウモロコシ、なるほど、うん、こちら分かってんのかお前、こっちの方が入ってくる、なんかな、これ良さそうだな、ちょっと見て、もうだって身出てきてんだもん、うわこれいいぞ、やばいよね、うん、試しに1個取ってみてくれ、うわなんかすお前一瞬だったな今、今はすごかったでしょ、すごかった、待ってこれサトウキビじゃない、
わ、サトウキビじゃねこれ。だよね。うん、クソだろお前、なんでも食うなって。じゃあこれ収穫したいます。うん、ポイント。いや入った。お前入ってねえべよ。嘘、ほんとだべよ。いきますよ。うん、また入ってね。ここが僕のアナザースカイ。この辺絶対あるぞ。いいトウモロコシか。うん、トウモコロシな。いや、トウモロコシだ。お前さっきから思ってたけど、さっきから間違ってると言ったけど、お前なんつってんのよ。トウモコロシ。トウモコロシじゃない、トウモロコシだ。お前間違ってるわ。お前だ。トウキビっていうのは北海道だけらしいです。うん、恐ろしいな。そうだから全国共通のやつでいくと、うん、トウモコロシですよ。だから、うん、だからトウモロコシな。やばいこれ。何がだ。やばいの見つけた。なんか生えてる。うわ、なんかすげえな。やばい、見て。出てきちゃってる。これやばい。なんで枯れ果ててる。うわ、このトウモロコシ死んでねえか。なかなかでかいぞこれ。おい肌どうだこれ、ちょっと来てくれ。これトウモコシどうだ、これトウモコシどうだ。は、おい、どこ行ったのよ。助けてー。なになに、どこよ。助けてー、ここ。どこよここって。ここここ。うわ、なんか、え、助けて、ちょっと待って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 、お前どこ行ってんのよって。助けて助けて。何やってんの。早く助けて。どうなったらこうなる。やばいやばい、助けて。もう動けない。なっしゃの。ハマっちゃって。どうやったらハマるんだよ。引っ張ってくれ。分かったぞ。いや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 。お前本当に抜けないのかこれ。外れてねっけよ。絶対入ってるこれ。これ隠れモロコシが隠れ。なんつった隠れモロダシモロコシ。きた。うわ、いいんじゃない。絶対やばいこれ。うわ、でっかくね。やばい、でかい。いいの取ったんじゃないかこれ。うん、ほいと。全然入ってない。お前背中の間に挟まってる。俺も今思ったとこだ。これいいよな。うん、綺麗な形でいいんだよこれ。でかい。いいぞ。でかい。おう、うまくなってきたでしょ。いや、うまい。ずいぶんうまいんでしょ、取り方。すごいでしょ、なんか。上達してきてんでしょ。やばい、これやばい。これやばい。めちゃめちゃ。うわ、やばそう。これやばい。いや、早いな、お前。そして、ね、本当に。はい、じゃあこちら収穫したやつです。ちょっと写して。はい。いやー、ずいぶんいいの取ったんでしょ。いいでしょ。うん、皮むいていきたいと思います。1本目。見えてきた。ちょっと見えてきてるやん。うわ、ほんとだ、だんだん見えてきてる。うわめっちゃいいんじゃないこれ。めっちゃいい。やばい、うまいぞこれ多分。でもこれ普通のトウモコロシだよね。そうだね。隠れモロダシモロコシではないよね。ないね。うん、でこれ実は生でも食べれるらしいんですよ。そうなの。マジ茹でなくて大丈夫なんだ。大丈夫らしい、新鮮だから。ほんとか、危なくないかい。うまい。マジやばい、めっちゃ甘い。うん、めっちゃ甘い。これやばいぞ絶対。めっちゃ太いもん。どうだい。これにも入ってない。相当いいやつだぞこれ。相当いいやつだけどね。うん、入ってないね。じゃあ3本目。やばい、芋虫入ってた。うわ、ほんとだ。これ当たり。当たりなんだこれ。
けどこれも入ってないね。うわー入ってないな。やばいぞ、あと2本。やばい、これ入ってるかも。どうだい、あら普通のトウモロコシだラスト1本です。もうやばいぞって。え、ちょっと待って、ちょっと待って、なんだ、やばい、見て映る、なに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 、ええ、なにこれ、こ顔、顔はないだろう、顔透けてないだって。え、顔透けてる、口も透けてるって。ちょっと行くよ、じゃあこれトウモロコシじゃねえぞ多分。ラスト、せーの、ゴン。うわ、ちょっと待って、ちょっと待って、ええ、やばいやばいやばい、まさかの最後で来ました。ちょ、マジ、隠れもろだしもろこし発見しました、ありがとうございます。やばい、来た、まさかの奇跡。うわ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 、来ました、うわやばいね、やばい、トーチンも似てるな、すごい。いや、これこの感じやばいね、トーチン。うん、本物のトウモロコシと、これもう見分けつかんって、見分けつかねえって、これサイズも。うん、一旦戻してあげますか、やっぱりこの中が一番落ち着くと思うんで。うん、こう、そしてトウモコロシと一緒にしてあげることで、はい、落ち着くんで、このまんまあっち行って観察しましょう。わかりました。お前のバッグ活躍してんでしょ、この中に入れてね。うん、しっかりいますよね。あれあれ、いるかい、あれいなくない、おい逃げたか、これもトウモロコシだだよね。うん、これもそうだよね。うん、え、ちょっと待って、え、おい逃げたんじゃないか、これもそうだよね。うん、あ、ちょっと待って、え、ガチ一瞬だぞ今、いないもんね、全部トウモロコシだぞ、ほんと一瞬だぞ、だって今。うわ、ちょっと待って、こうなったらもう無理だぞどこんな、だってこんな広いんだぞ、もうここにいないもんね、いないってことは、この中のどっかに逃げ込んでったってことでしょ、多分こっちだ、こっち、いや俺はこっちだと思うけど、うん、こうなったら無理ですね。じゃあちょっと一旦戻りましょう。はいはい、ということで今戻ってきたんですけど、最終的に逃げられてはしまったんですけど、うん、しっかり収めれたでしょ。収めれたね。こん中で見つけたって相当すごいことよ。なのでなかなかの強運を引いたんじゃないかなと思います。ということで今回もご視聴ありがとうございました。チャンネル登録高評価よろしくお願いします。そして今までの小人図鑑シリーズも説明欄にリンク貼っておきますので、そちらからご覧くださいということで、それではまた次回の動画でお会いしましょう。じゃあ。